で、宿題ゆうりさんに宿題はもうね決めてあるんだ。でも一期生ってどうなんだろうね、ゆうりさん、これにします。はい、ゆうりさんへのお題、はい、こちら初期のキャッチフレーズを披露。どうでしょう、微妙いいよね、ね。前回のメンバーからの宿題っていうのが毎回毎回あるらしくて、なんかその昨日がいおりの配信で、でいおりからの宿題なんですけど、こちらに書いてあるんですよ。見えるかな、じゃじゃん、こうだ。初期のキャッチフレーズを披露って書いてあるんですけど、もうなあの子って子は本当になんてことするんだ、まったく。初期のキャッチフレーズってさ、だってさ、だってさ、初期ってそんなね、みんなも大きくなってからやりたくないじゃん。なんか例えばみんなで、みんなに分かりやすく言うと、例えばまあ、なんだろうな、歓迎会とか送迎会とかそういうので、なんか一発芸みたいな、急にまあね、会社の人だと多分上司の方とかに、ちょっと一発芸やってみなよみたいな感じで軽いノリで言われちゃうやつあるじゃん。もうそういう感じを私たちで言う、前のキャッチフレーズは。いやー、やろうじゃないよ、もう。あ、1万人突破ありがとうありがとう、嬉しい嬉しい、ありがとう。パチ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 見たいとか言うじゃん。いや、やだよ。みんなさ、見たいっていうのはだって簡単じゃん。そんなんさ、有利だって誰のだって見たい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 って言うよ。ねえ、よーい。うるさいな、すごい早く早く言ってくるじゃん。もう、バカ。バカバカバカ。初期。でも、よりからも宿題だからやらなきゃいけないのでね。初期ね。はい、じゃあ皆さんやりますよっと。じゃあみんなちゃんと答えてね、答えてねというかコメントで書いてねですね。はい、タンタンタンこと、ゆったんこと斉藤ゆりです。じゃじゃーん、ちゃんと書いた書いた書いた、お、書いてくれてる、ありがとう。え、しかもなんかハートきた、ハート、うれしい、ゆうりハート好き、イエイイエイイエイ、ありがとうございます、うれぴー。